私が悪かったわ。なんでしょう、このものすごい恍惚感。メリーナはなんか尋問を行った二人の反応の落差が極端だな。で、月夜姫ラファレンさんだと勘違いしてたんで、気絶していた時に何があったか。はあ、わ、仕方ないじゃない。気絶してた分を挽回したいって悔やんでいるのを見たら。月夜ね、見かけによらず情に弱い。月夜、さすがにちょっあれ、ファレンさんを気絶した状態で保護したのも知っていたのか。あれ、それは。おい、だって美味しい蜂蜜があるから一緒に食べようとか言ってきてね。床の隠し扉の倉庫に蜂蜜があるのを教えてくれたから。気絶してたのになんで知ってるのって。蜂蜜に釣られたサキの方がよっぽどちょろいじゃない。床の隠し扉。うわー、それはメリーダが一番大事にしていた蜂蜜なんだみゃ。サキね、その蜂蜜はどうなったみゃ。メリーナ、それは愚問だぞ。もちろん全部美味しくいただいたんだよ。全部美味しくいただいたみゃ。何を言っているのか。こんなところに先ほどの尋問道具がある。またちょ、メリーナ、罪悪感が先ねえ。食べ物の恨みって。メリーナ、喋り方が怖いんだよ。いつものミャはどこに行っちゃったんだよ。サキさん、そうでした。何かしら。先生術や亡霊術、遠見の水晶などで調べましたが、以上ご報告終了です。報告ありがとう、サリア。尋問はほどほどにね。いつも食べ物の恨みを爆発させるのは姫なんだけど、はは、占いで突き止めるなんてさすがけ。ミッションをプレイするよ。